お前は見える？お前はここで何をしている？その後はまた訳が分からなくなって。それで今頃ワールドが現れたということか。見たこともない竜。俺たちはある奴を追っている。そいつの名はボーマン。俺の知り合いの弟の意識データを奪った。それを取り戻さない限り彼は永遠に眠り続ける。俺が覚えてるのは、奴らは俺が倒したのか。サイバー世界は分裂する。この胸騒ぎは何だ。僕は何を、デュエルをしてたような夢でも見ていたのか。すでに1000人を超す者たちがハノイの騎士にと集ったが、所詮はあのような部雷の輩からリンクブレインズに反感を持つ。セレナとユズを捕まえに来たってことか。偏った主義者やハノイの名に憧れ売名行為を目論む無造無造ばかり。誰だっけ君。だがここはお前ごときが来るべき場所ではない。いいよ、ただし条件があるんだ。ならば仕方あるまい。え、とうとう決着の時が来たようだな。面白いね君。お前もハノイの三騎士を倒したほどのデュエリスト。へえ、君も融合使うんだ。これで終わりだ。カイトも彼女に塔の上から突き落とされた。なるほど、リアルソリッドビジョンはすでにあった技術。今までの話が真実だとすれば。確かに無理だ。今の敵に捕らえられたままに違いない。だが必ず救い出す。 LDS を襲い続けてきたのも、その魂を封印したカードを送りつけたのも、全ては貴様を誘い出すため。壊滅？それはどうかな。戦う前に一つだけ聞きたい。町の上にもさらに町があるのか。どうせ危険と遭遇する確率はそう大差ないだろう。ここのどこかにユズが。俺たちの目的は異常の原因を突き止めることだ。さっきやられたのはやはり演技のようだな。すでにハノイの塔は始動した。このゲームを止めたければ私を倒しに来る。それがリンクブレインズ。いや、ネットワーク世界最後の時だ。その崩壊を遂げるために私は冥府から蘇ったのだからな。リバイバルゼロ、レイの復活というわけか。あのパイロットはセレナの若者にもう一人ユーリーもあった。セレナが融合次元を受けるレイの生まれ変わりだ。
レイシュ、今こそ力を貸せ。私と共に榊ユウヤを倒すのだ。倒す？ユウヤを？聡明なお前ならもう気づいているはず。レイが4つの次元に分裂して生まれ変わったように。ザークもまたきっと次の展開を企んでいる。まずい、この感じ。今のはお前がやったのか？へっ、なわけないじゃん。なら一瞬感じたあれは。あいつめちゃくちゃ張り切ってんじゃん。うろたえるな。お前本当に AI か？何に落ち着いてんだよ。俺は負けの確率を理解してるからうろたえてるんだ。こっからこの状況をひっくり返せるのかよ。そんなに心配ならお前は新しい引っ越し先のことでも考えていろ。俺たちが今まで大切に育んできた熱い友情があいつに引き裂かれてもいいのか？お前との間に友情などない。お前 AI より冷てえよ。俺に人の温かさなど必要ない。お前は AI らしくカードの解説でもしていろ。運命の中に果たさなければ前に進めないものもある。5人ともカードにしてあげるよ。ユウヤ、ユウヤを見ませんでしたか？でも彼がユウリか。ユーゴとユーリなら今頃デュエルの真っ最中のはずだ。何？俺の名を知っていると。やはりお前はアカデミア。ここは僕にやらせてくれ。エド、僕はエクシーズ次元でユウヤと出会い、今こそそれを実践させてください。あれはあの時のカード。アカデミアにいた頃はお堅い優等生だったんだよね。そんな優等生の君とデュエルしてカードにできるなんて楽しみだな。それよりそこの3人どけなよ。僕の邪魔するなら君たちもこうなるよ。おお、怖いね。あ、ねえ、これ知ってる？そう、優等生の君に支給されることになっていた特別なデッキ。知ってるよね、カードの中身も。ちなみにこっちは僕がいつも使ってるデッキね。どっちのデッキで倒されたい？絶対に取り戻してみせる。そう言うと思った。じゃあ自分のじゃなくて優等生デッキでやります。モード、フォトンチェンジ。え？じゃあ始めようか。君のドラゴンをアンティークギア、ワイバーンを特殊召喚できちゃう。僕はカードを1枚伏せて、アンティークギア、ワイバーンが召喚、特殊召喚したとき、デッキからこのカード以外のアンティークギアのカード1枚を手札に加えることができる。じゃあやってみせてよ。僕はこれでターンエンド。せっかく舞台を整えてあげたんだから、さっきより楽しませてよね。絶対に勝つという鉄の意志を持つ者だけがこの地獄を生き抜いていけるのだと。俺のターン。俺は手札からバニシング・レイニアスを召喚。だからバニシング・レイニアスをもう一体特殊召喚することができる。そしてこのレトロフィット・レイニアスは場に存在するレイドラプターと同じモンスターとして扱える。俺はレトロフィットレイニアスをバニシングレイニアス扱いで特殊召喚。そしてレトロフィットレイニアス1体で2体分のエクシーズ素材となる。俺はレベル4のバニシングレイニアスとレトロフィットレイニアスでオーバーレイ。至福の早草よ。逆境の中で飛び澄まされし爪を上げ、反逆の翼翻せ。エクシーズ召喚、現れろ。ランク4、レイドラプターズ、ライズファルコン。
何、ライフを多少増やして守備力戦を2体出して終わり？そういうことは俺に勝ってから言え。俺はランクアップマジックレイドフォースを発動。俺はライスファルコンを素材にオーバーレイ。どう思うなら早草よ、激戦を切り抜けしその翼翻し、寄せ来る敵を打ち破れ。ランクアップエクシーズチェンジ、現れろ。ランク5レイドラプターブレイズファルコン。そしてブレイズファルコンは相手プレイヤーにダイレクトアタックできる。さらにブレイズファルコンが戦闘ダメージを与えたとき、相手の場のモンスター1体を破壊する。やれるもんはやってみろ。俺は永続魔法ラプターズインターセプトフォームを発動。これにより相手ターンに一度エクシーズ召喚されたレイドラプターズが攻撃を受けたとき、ダメージ計算の間攻撃力と守備力を入れ替える。そのときライズファルコンの攻撃力は2000になる。俺はカードを2枚捨ててターンエンド。僕はトラップカードアンティークギアをリボーン発動。アンティークギアバイバーンを特殊召喚できちゃう。アンティークギアワイバーンが召喚、特殊召喚したときデッキからこのカード以外のアンティークギアのカード1枚を手札に加えることができる。僕のターン。マジックカードアンティークギアインスペクション、フィールドのアンティークギアモンスター1体を手札に戻して発動でき、カードを1枚ドローできる。僕は永続魔法アンティークギアフォートレスを発動。次はマジックカードアンティークギアカタパルトを発動。で、自分フィールドにモンスターがいないとき、アンティークギアカタパルトは自分の表側表示のカードを1枚破壊できる。じゃあアンティークギアフォートレスを破壊。敵とやらを全てぶち壊し、いや、ミスしてないけど、アンティークギアカタパルトでカードを破壊したことでデッキからアンティークギアゴーレムを特殊召喚できる。レイドラプターズロックチェーン。ロックチェーンは1ターンに1度自分の場のレイドラプターズの攻撃力の合計より高い攻撃力のモンスターを相手が特殊召喚したとき、その表示形式を変更する。それとアンティークギアフォートレスが破壊されたことで手札からリアクタードラゴンで特殊召喚できちゃう。出てこいレベル9アンティークギアリアクタードラゴン。アンティークギアワイバーンを特殊召喚できちゃう。アンティークギアワイバーンが召喚、特殊召喚したときデッキからこのカード以外のアンティークギアのカード1枚を手札に加えることができる。僕はアンティークギアボックスを手札に加えるバトルだ。リアクタードラゴンでナーサテイヤを攻撃。永続魔法の効果によりライズファルコンはダメージ計算の間攻撃力と守備力を入れ替える。でもリアクタードラゴンが攻撃するとき、相手はダメージステップ終了までマジック、トラップカードを破壊する。それじゃあアンティークギアワイバーン攻撃。じゃあやってみせてよ。僕はこれでターンエンド。おじさんとデュエルしてよかった。ここまで僕を楽しませてくれた人は今までいなかったからね。話には聞いていたけど、ずいぶん思い切ったイメちゃんだ。僕に負けたことがよっぽどショックだった。リベンジしますか？リベンジ？覇王軍は生き残った町に総攻撃を仕掛けるらしい。エドとやろうがお前とやろうが勝利に変わりはない。こっちも済んだ。奴の野望は食い止めなければならない。ダークネスの使命は完全に払拭されたわけではないようだな。だがそのためにはこっちの味方も増やさないとな。お前のお兄さんの目を。あの目はメンツやプライドなんかにこだわっている目じゃない。もっとその先の何かを見つめている目だ。エルカイザー
この方式を取る地下デュエルで生まれた。しますか。お手柔らかに先輩。デュエル。僕のターン。ドロー。マジックカード天使の施し発動。僕は3枚ドローし、手札から2枚捨てる。マジックカード D マインドを発動。僕のフィールドに D ヒーローが存在しないとき、敵からレベル3以下の D ヒーロー1体を特殊召喚できる。カモン、ディスクレイ。ディスクレイヤー、攻めたニューから特殊召喚されたとき、敵からカードを2枚ドローできる。そして、セメタリーにあるディアボリックガイを除外することにより、敵からディアボリックガイを特殊召喚する。 D ヒーロー、ダイヤモンドガイを攻撃表示で召喚。ダイヤモンドガイ、エフェクト発動。デッキの一番上をめくり、通常マジック出した時、次の自分のターンにエフェクトを発動する。僕が引いたのは強欲なツボ。3体の D ヒーローを生贄に、カモン、ドグマガイ。カードを2枚伏せ、ターンエンド。俺のターン、ドロー。この瞬間、ドグマガイのエフェクトによりライフを半分にする。俺は3体のサイバードラゴンを手札遊具。いでよ、サイバー流回転サイバーエンド。ここからが本当の戦いだな。やれ、サイバーエンドドラゴン、エターナルエボリューションバースター。トラップ発動、 D カウンター。 D ヒーローに攻撃してきたモンスターを破壊する。手札から速攻魔法融合解除。サイバーエンドドラゴンを元に戻す。さすが師範。おいおい、この間は逃げ回ってたくせに今日はやる気満々じゃん。なんか怪しいぞ。嘘だ、だってお前あの時何か策があるのだろう。だがそんなことは最初から覚悟の上だ。あれは父さんの言葉だ。だからお前もどこかで父さんに会っていたんじゃ。いや、俺は会ってない。あれはルリがアカデミアに連れ去られる前に言っていた言葉だ。この前と同じデッキか。そりゃそうだろう。戦法を選んだ瞬間、違うデッキかと思ったが、自分の心も体も何か得体の知れないものに乗っ取られるような感じは。もしかしたら俺たちが話せるようになったあのことが関係して。どういうことだよ。残念な焼け石に水だ。いや、トレインプレイメーカー。いや、まだだ。ダク、行くそうなの。こうしてユートと話せるようになったのはエクシーズ次元に来たからかな。俺はお前がバレットというアカデミアの戦士と戦った時、自分の心の奥底から湧き上がる声を聞いた。あの時、俺たちのドラゴン4体が呼び合っていた。まるで一つになろうとするかのように。お前たちが人類の後継種になるという話か。そうかもしれない。けどレジスタンスは、ハートランドにはアカデミアと戦うレジスタンスがいるんでしょ。後継種だろうがそうでなかろうが、俺にはどうでもいいことだ。急激な変化は多くの人間を傷つける。ロスト事件が多くの人間を傷つけたように、それは誰も望んでいない。そんなことだが、我々の仲間になりたいなら腕試しをしなくては。リボルバー。俺のターン、ドロー。俺はマジックカード、逆境の法則を発動。俺のフィールドにモンスターがある。相手フィールドに特殊召喚したモンスターがいるとき、デッキからカードを2枚ドローする。来い、フォトンスラッシャー。このカード、自分フィールドにモンスターがいないとき特殊召喚できる。さらに俺はオーバーレイブースターを特殊召喚。攻撃力2000以上のモンスターがフィールドにいるとき特殊召喚できる。俺はフィールドの攻撃力2000以上のモンスターが
せい。ここに香り、ハドル、ギャラクシーアイザー、ボトンドラゴン。ふーん、かっこいいじゃない。それじゃあ僕も頑張っちゃおっかな。貴様は破壊不能の鉄壁を築いて、俺がその前で途方に暮れる姿が見たかったんだろう。その鉄壁ごと吹き飛ばしてやる。行け、ギャラクシーアイズ。それなんか意味あんの。俺は速攻魔法ギャラクシーブショック発動。俺はギャラクシーアイズでアンティークギア攻撃。この瞬間ギャラクシーブショックの効果発動。このカード、相手フィールドの表側表紙のカードの効果を無効にできる。さらにギャラクシーアイズ500ポイントアップし、これが俺のやり方。俺に壊せぬ壁などない。なんだ、一体。俺はカードを2枚伏せてターンエンドだ。あれ、予言を的中させた人とは思えないこと言うね。俺を信じろ、カイト。分かっている。ドロー、マジックカード、融合を発動。僕は手札からアンティークギアゴーレム、アンティークギアガジェット、アンティークギアワイバーンの3枚を墓地に送る。融合召喚、イデオレベル10、アンティークギアアルティメットゴーレム。バトルだ。アンティークギアアルティメットゴーレムでサイバーエンジェルナーサテイヤを攻撃。ギャラクシーアイズ効果発動。ギャラクシーアイスがバトルするとき、その2体を除外する。これで貴様のフィールドはガラキだ。ひどい。君はアカデミアから生徒を奪うだけじゃなく、僕のモンスターまで奪うのか。俺には関係ない。大切なもの。この瞬間ギャラクシーアイスの効果発動。このターンギャラクシーアイスの効果でゲームから除外されたモンスターたちはバトルが終わったときフィールドに舞い戻る。もう一回攻撃できれば終わってたのに。しょうがない、それは次のお楽しみってことで。僕はカードを1枚伏せてターンエンド。俺は仲間を失いたくないからこそ仲間と共に戦う。失った者の思いも背負って俺のターン。俺は速攻魔法ランクアップマジックデスダブルフォースを発動。戦闘で破壊されたエクシーズモンスターを墓地から特殊召喚して、それを素材にランクラ倍のレイドラプターズをエクシーズ召喚扱いで特殊召喚する。究極思考のハヤブサよ、あまたなる保有の意志を継ぎ勝利の天空へ飛び立て。ランクアップエクシーズチェンジ、現れろランク10レイドラプターズアルティメットファルコン。アルティメットファルコンの効果を発動。オーバーレイユニットを1つ使い、ターン終了まで相手の場の全てのカード効果を無効にし、その後全てのモンスターの攻撃力を1000下げる。いけ、アルティメットファルコン、ファイナルグロリアスブライト。アンティークギアアルティメットゴーレムの効果発動。これにより僕は手札からアンティークギアゴーレムを召喚条件を無視して守備表示で特殊召喚。貴様の懺悔など聞く価値もない。俺はギャラクシーアイズフォトンドラゴンでシャドウモスキートに攻撃。地獄の豪華に焼かれるがいい。破滅のフォトンストレーム。それは俺がトラップカード、プリベントリボーンを発動していたからだ。このカードは自分フィールドの攻撃表示モンスター1体が破壊されたときバトルダメージを1000ポイントダウンさせる。くそー、つまらぬ小細工でよくも俺のデュエルを愚弄してくれたな。その罪何万倍にもして償わせてやる。プリベントリボーンのもう一つの効果発動。このカードバトルで破壊されたモンスター1体が墓地から特殊召喚できる。
よみがえれギャラクシーアイズフォトンドラゴン。行けギャラクシーアイズ。ウナシュリとなったプロテクトドラゴンを攻撃。破裂のフォトンストリーム。だから頑張ったって無駄なんだって。トラップ発動プレデターガーミネーション。闇属性モンスターが攻撃を受けた時、戦闘破壊を無効にし、攻撃してきた相手モンスターを破壊する。なんだぞ。間違いない、奴の奥底にはまだユートがいる。プレデターガーミネーションの効果により、僕はプレデタープランツトークン3体を特殊召喚。行けギャラクシーアイズ。ジャイアントキラーに攻撃。破裂のボトンストリーム。父親があれだけ頑張ったんだ、君も楽しませてね。僕から行くよ。俺はこれでターンエンドだ。僕のターン。僕はマジックカード融合を発動。フィールドのオフィススコーピオとダーリングコブラを融合する。庭木の香りで虫を誘う二輪の美しき花よ、今一つとなり、その花弁の奥の地獄から新たな脅威を生み出せ。融合召喚現れろ。飢えた牙持つ毒竜レベル8、スターブベノムフュージョンドラゴン。スターブベノムフュージョンドラゴンのモンスター効果、ターンの終わりまで相手フィールドの特殊召喚モンスターの攻撃力の合計分、このカードの攻撃力に加える。いけスーパービークロイドジャンボドリルを攻撃。トラップ発動ミラーシェイド。このカードはライフを半分にすることで俺が受けるダメージを無効にする。僕はカードを一枚伏せた。ターンエンド。俺のターン。ドロー。俺はマジックカードトライアングルイボルブを発動。このカードは自分フィールドのレベル5以上のモンスター1体を3体分のエクシーズ素材とする。俺はレベル8のギャラクシーアイズフォトンドラゴン3体分でオーバーレイ。3体分のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚さかまく銀河よ。今こそ怒涛の光となりて姿を現すがいい。降臨せよ我が魂。ネオギャラクシーアイズフォトンドラゴン。ただし、トライアングルイボルブの効果により攻撃力は1000ポイント下がる。さらに俺は墓地からオーバーレイブースターの効果発動。このカードを除外することにより、自分フィールドにいるモンスターエクシーズ1体のオーバーレイユニット1つにつき攻撃力は500ポイントアップする。よってネオギャラクシーアイズの攻撃力は1500ポイントアップ。行くぞトロン。俺は装備魔法フォトンウィングをギャラクシーアイズに装備。装備したフォトンウィングの効果発動。1ターンに1度俺の場のモンスターエクシーズ1体を選択する。俺はネオギャラクシーアイズ選択。ネオギャラクシーアイズオーバーレイユニットを全てフォトンウィングを装備したギャラクシーアイズに吸収することで、このターンその攻撃力を選択したモンスターのランクかける200ポイントアップする。ダイソンスピアのランクは9、よって1800のアップだ。ネオギャラクシーアイズフォトンドラゴン、アルティメットフォトンストリーム。まだ終わらない。トラップ発動リリキュルワールド。相手フィールドの全てのモンスターの攻撃力は100アップする。これにより元々の攻撃力以上になったモンスターはこのターン攻撃できない。フン、それを話して何になるというのだ。ユズが生きているのか。
お前はここで何をしている？だがここはお前ごときが来るべき場所ではない。それで今頃ワールドが現れたということか。ブルーエンジェルはハノイの塔に吸収された。お前もそうなりたくなければさっさと立ち去るのだな。俺たちはあるやつを追っている。そいつの名はボーマ。俺の知り合いの弟の意識データを奪った。それを取り戻さない限り彼は永遠に眠り続ける。ブルーエンジェルは私の部下のスペクターを倒した。だがそのスペクターもプレイメーカーに倒された。私の相手はプレイメーカー、お前ではない。ユズはアカデミアに囚われているんだな。遥か以前からネットワークの中で生命を作り出す試みは続けられてきた。だが作り出されたものは所詮ただのプログラムに過ぎなかった。で俺に一体何の用だ？生命と呼ぶには決定的なものが足りなかった。何のことだ？意志だよ。無視かよ。分かった、デュエルしよう。けどアース、どうやってデュエルするんだ？ならば仕方あるまい。お前もハノイの三騎士を倒したほどのデュエリスト。そこまで言うのなら相手になろう。俺たちが悪魔の分身？違う、俺は悪魔なんかじゃない。俺は笑顔を、デュエルでみんなに笑顔を届けたくて。おい、かかってこないのかよ。まあ想像していた通りの反応だよ。当然だろうな。だがお前が今の話を信じようと信じまいと、それはどうでもいいこと。俺のフィールドからサイバースが。太古の神話の中でとある神は禁じられた天界の灯火を人間に分け与えた。そしてその灯火は人間を飛躍的に進化させた。どうやらナイフが尽きる前に勝負はついたよ。違う、いるんだ。サイバースたちはまだここに。俺にはその鼓動が聞こえる。ほう、まだ闘志を消すには至らなかったか。やっぱり無理だったのか。俺に父さんの代わりなんて。僕のターン、ドロー。ダイヤモンドガイのエフェクトにより強力なツボ発動。ドクマガイでサイバードラゴンを攻撃。デスクロニクル。さらにトラップカード、リーチェン。このカードは装備カードとなり、ドクマガイの攻撃力を500ポイントアップ。リーチェンの効果で500ポイントの追加ダメージ。遊牧の時計塔を発動。カードを2枚打ち伏せ、ターンエンド。俺のターン。そして時計塔の針も進む。ドグマガイのエフェクト発動。相手のスタンバイフェーズに相手のライフを半分にする。ライフアブソリュート。マジックカード、天使の施し。マジックカード、オーバーロードフュージョン発動。墓地のサイバードラゴン3体とサイバーバリーとサイバーフェニックスを除外。キメラテックオーバードラゴンを召喚。ヘルカイザー、初手から本領発揮だな。キメラテックオーバードラゴンでの攻撃、エボリューションリザルトバースト。それだけではない。キメラテックフォートレスは融合素材にしたモンスターの数だけ攻撃できる。トラップ発動、ディスティニーシグナル。そのエフェクトによりモンスターがバトルでセメタリーへ行った時、手札かデッキからレベル4以下の D ヒーローを特殊召喚する。ドレッドサーヴァントを特殊召喚。ドレッドサーヴァントのエフェクト発動。系統の針を進ませる。とどめだ。トラップ発動、エターナルドレッド。そのエフェクトにより時計塔の針は2つ進む。
が満ち、新たなエフェクト発動。僕のバトルダメージはゼロとなり、ドレッドサーバントがセメタリーに送られたことでシールドのマジックを破壊。僕が破壊するのは遊牧の時計塔だ。この瞬間、時計塔に幽閉されていた男が解き放たれる。カモン、ドレッドガイ。ドレッドガイが遊牧の時計塔のエフェクトで特殊召喚された時、自分のセメタリーから D ヒーローを特殊召喚できる。ダイヤモンドガイを特殊召喚。カモン、ディスクガイ。ディスクガイのエフェクトによりデッキからカードを2枚ドロー。そしてドレッドガイの攻撃力は僕のフィールドの D ヒーローたちの元々の攻撃力を合計した数値となる。キメラテックオーバードラゴントリプルアタック。悪いが、ドレッドガイが特殊召喚されたこのターン、僕の D ヒーローたちはバトルでは破壊されず、ダメージも受けない。何？ドレッドバリア！最後の手札の1枚をセットして、ターンエンド。そうさ、君も本当は僕と一つになりたいと思ってるはず。その気持ちに正直になるな。ほら、早くおいでよ。みんなも待ってる。そんなに楽しみたければ、俺が相手をしてやる。レジスタンスの本気の抵抗を思い知らせてやる。徹底的に叩きのめしてあげるよ。僕のターン、永続魔法手法連射を発動。デッキからレベル4以下のプレデタープランツコーディセプスを墓地へ送る。これにより相手プレイヤーに300ポイントのダメージを与え、相手モンスターの攻撃力を600下げる。装備魔法プレデターグラフト発動。墓地にいるプレデタープランツ1体を特殊召喚し、このカードを装備する。ダーリングコブラを特殊召喚したとき、デッキからマジックカード融合を手札に加える。僕は手札からプレデタープランツドロソフィルムヒドラを墓地に送り、速攻魔法超融合を発動。そんなバカな。超融合は自分フィールドのモンスターばかりでなく、相手フィールドのモンスターを融合素材にできる。なんだと。フィールドのオフリススコーピオとスターブベノムフュージョンドラゴン融合する。飢えた牙の持続によ、奈落へ誘うかぐわしき花よ、今一つとなりて思いのままに全てを貪れ。融合召喚、現れろレベル10グリーディーベノムフュージョンドラゴン。グリーディーベノムフュージョンドラゴンの効果発動。このターンのエンドフェイズまで対象モンスター1体の効果を無効にし、攻撃力をゼロにする。ちょっとさ、調子に乗りすぎてない？身ほどしろよ。カスガバトル。まずい、全滅だ。僕は人をカードにしてないとダメなんだ。呼吸をするようにね。君のおかげで僕にも夢ができたよ。世界中の、いや全ての次元の人をカードにするって夢がね。あれ、君もここにいたんだ。あいつだなんて失礼だな。僕にはちゃんとユーリって名前があるんだから、そう呼んでよ、ユーズ。ほら来た来た。やっぱり僕って引きが強い。僕のエンタメは君たちの予想の上を行く。自分が楽しくてしたいからカードにする。僕のターン、ドロー。ディスクガイを生贄にD ヒーロー脱出ガイを攻撃表示で召喚。うん。そしてドレッドガイの攻撃力はバニールドレッドガイ以外の D ヒーローの攻撃力の合計となる。
お前がどんなヒーローを探してこようと、ビーヒーロー以上のヒーローはいない。僕はイールドマジックダークシティ発動。瞬殺など生ぬるい。ダークシティはビーヒーローの攻撃力が相手モンスターより低いとき、攻撃力を1000ポイントアップさせるドレッドガイの攻撃、プレデターオブドレッドロート。速攻魔法次元誘爆。自分フィールド上の融合モンスター1体をデッキに戻し発動。お互いに除外されているモンスターを可能な限り特殊召喚する。同盟カードを特殊召喚。そしてサイバーバリーの第一の効果を発動。サイバーバリーをもう一度除外し、デッキからカードを1枚ドロー。バトルフォースを終了させる。ダイヤモンド街のモンスターエフェクト。デッキの一番上をめくり、それがマジックだった時、そのカードをセメタリーに送り、エフェクトを発動する。僕が引いたのはデスティニードロー。よって次のターン、このカードの発動が決定した。僕はカードを1枚伏せ、ターンエンドだ。俺のターン、ドロー。強欲な都合発動。カードを2枚ドローする。サイバーフェニックを攻撃。エボリューションバースター。サイバードラゴンはあと2体。これで終わりとは市販らしくない。サイバードラゴン2体による連続攻撃。行くぞ、ダイレクトアタック。エボリューションバースター。甘いな。トラップ発動。ティーシールド。こいつはティーヒーローが攻撃された時、モンスターを守備表示にし、装備モンスターをバトルの破壊から守る無敵の盾だ。サイバードラゴン2体を生贄に捧げ、速攻魔法フォトンジェネレーターユニットを発動。その効果によりサイバーレーザードラゴンを攻撃表示で特殊召喚する。フォトンエクスターミネーション。僕が押されてる。カードを1枚伏せて、ターン。僕のターン、ドロー。ダイヤモンド街のエフェクトによりデスティニードローを発動。さらにカードを2枚ドロー。僕はマジックカードドクター D を発動。セメタリーの D ヒーロー1体をゲームから除外することで、セメタリーから D ヒーロー1体を特殊召喚する。ディスクガイド攻撃表示で特殊召喚。ディスクガイがセメタリーから特殊召喚された時、デッキからカードを2枚ドロー。僕はDキュービックを攻撃表示で召喚。この艦隊のDヒーローを生贄に、いでよ究極のダークヒーロー、ブルーディー。ブルーディーは相手モンスター1体を装備し、その攻撃力の半分とモンスターエフェクトを得ることができる。残念だが、サイバーフェニックスがいる限り、こちらのモンスターへ効果を通用しない。さらに手札から D フォースを発動。このカードを表側表示でデッキの上に置く。この状態の時、僕はドローフェイスにドローすることはできない。だが、ブルーディーのエフェクトには続きがある。D フォースが自分のデッキに表側表示である。相手モンスターのエフェクトは無効。そして僕のフィールドのカードに対するマジックトラップは発動できず破壊される。クラプティブラッド。いけ、ブルーディーで攻撃。ブラッディーフィアーズ。トラップカードオープン。パワーウォール。デッキからカードを1枚墓地に送るごとに100ポイントのダメージを軽減。27枚のカードを墓地に送る。
サイバーフェニックスが破壊された時、カードをドロー。カードを2枚伏せてターンエンド。俺のターン。ここだ。リバースカードオープン。ブラッドロワー発動。自分のフィールドにブルーディーが存在する時、このカードにブラッドカウンターを乗せる。さらに速攻魔法サイバネティックフュージョンサポート。このカードはライフ半分をコストに機械族モンスターを融合召喚するとき必要なモンスターとして代用できる。何？パワーボンド発動。手札のサイバードラゴン3体を融合。いでよサイバーエンド。パワーボンドによって特殊召喚されたモンスター攻撃力が2倍になる。サイバーエンドに力を見せてやる。エターナルエボリューションバースター。トラップ発動。ブラッドカウンター。 Tフォース発動中、相手モンスターの攻撃力を半分にし、ブルーディの攻撃力を1500ポイントアップ。これでブルーディの攻撃力はサイバーエンドドラゴンを上回った。迎え撃て。ブラッディフィアース消えろザコ。甘い。サイバー流にとって攻撃力の制限など無意味。速攻魔法バトルフュージョン。これが高潔で相手のプライドを重んじていたカイザーと呼ばれた男のデュエルか。勝つのは俺だ。消えろ敗者。サイバーエンドエターナルエボリューションバースター。見ろ。俺のデッキへの対抗策としてダメージ軽減のカードを用意していたのだろうが、肉体への苦痛が和らぐことはない。勝敗が決する前に持つかな、お前の体が。この奥に採用が。勝負にリスペクトなどという感情の入る余地などありはしない。俺はただ勝利のみ得られれば、言うなれば俺は勝利をリスペクトする。初めてこのデュエルと出会った時同じことを言った。だがこの苦痛の中から俺は俺のデュエルを見出した。そしてリスペクトなどという生っちょろい思想を捨て去った。そうだ、ささいだが僕にできることは。子供の遊び。この島にはもはや戦うべき敵などいない。何がおかしい、さよう。命はないぞ。俺は勝利を手にすればそれでいい。さよう。控えろドクトル。お前ごときが榊優也に勝てると思うな。ここを見られた以上、このまま返すわけにはいかない。言ったはずだ。私はレイの生存を信じていると。では、私のデッキ調整に付き合ってもらおう。彼女は世界を救う礎となってもらった。もはや戻ってくることはない。連れてきてくれる。I'm not afraid to die.
朝はささなかったヘッドライトに